フルフルシンガーソングライターの神田理央香です。さあちょっとずつちょっとずつ2017年が終わっていきますが、実は今夜の放送が2017年最後の神田フルレディオになります。びっくり17日まだ。まあちょっと早いですが、2017年振り返ってみると、いや今年も本当にたくさんの方にゲストに来ていただきました。佐藤さとみさん、山口勝平さん、島田秀平さん、あとミュージシャン仲間もたくさん来てくれましたね。まあ100回にはそうだ、今年100回放送を迎えて、その日はグースハウスの皆さんが来てくれたりとか、本当に賑やかにお届けしてきた神田フルレイディオですが、今夜は2017年を締めくくるゲストとして、先週に続いてシンガーソングライターの竹澤みぎわさんが来てくれます。今夜は2人でセッションもしたいと思います。一緒に歌うのいつぶりだろうな、すごく楽しみです。そして先々週からスタートしました新発売のクリスプチップチョコレートも入ったハーケンダッツ6種類入り12個セットが抽選で30名様に当たる神田フルプレゼント。応募の締め切りが今夜の番組終了までです。残すところあと何分ちょっととなりました。まだ応募していなかったとか、今日初めてこの番組聞いたよという人は今からでも間に合います。ぜひ応募してください。改めて3種類の応募方法を説明したいと思います。応募はツイッターでお願いします。まずはその1、ハッシュタグかんだりをつけてハーゲンダッツを食べた感想をつぶやく。その2、ハッシュタグかんだりをつけてハーゲンダッツの CM ソングを聞いた感想をつぶやく。その3、番組をラジコでお聞きの方にチャンスがあります。ハッシュタグカンダリをつけてラジコでこの番組を聞きながらハーゲンダッツの CM が流れているところをツイッターでシェアする。このいずれかを実行してくれた人が抽選の対象となります。その1からその3すべて実行してくれると当選のチャンスが3倍になります。応募の締め切りは今夜の番組放送終了までです。ハッシュタグの表記はシャープ KANDARI シャープカンダリです。ハーゲンダッツ6種類入り12個セットで素敵な年末を過ごすために皆さんぜひ応募エントリーしてください。それでは CM の後竹澤みぎわさん登場です。日本放送神田理央香のカンダフルレディオ。今夜は特別ささやかなご褒美、一口すくうだけで笑顔になれるの。あなたと私で分け合いたい魔法。ハーゲンダッツ、幸せだけでできている。 FM93AM1242 日本放送神田理央香の神田フルレイディオ。改めましてこんばんフルフル、神田理央香です。さあ先週に続いてこの方が来てくれました。こんばんは、竹澤みぎわです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でね、まあ、冒頭でも言ったんですけど、うん、今夜の放送が2017年最後なんです、うん、いや光栄ですね。ね、締めくくりのゲストなんです。ありがとうございます。イエーイ、やった。どうですかみぎわさん、2017年。先週はあの旅、うん、旅にいっぱい行ったよって話してましたけど、ね、しましたね。そう、すごく充実してましたね、うんうん、なんかこうあの もちろんあの独立してグースハウスから独立して、うんうん、最後のツアー終わって独立して、うん、であの自分 あのシンガーソングライター竹澤みぎわとしての活動が始まった年なので、うんうんうん、なんかあのとっても濃かったですね。そうね、うん、なんかすごい面白い企画というか、まあ、それこそ絵本とのコラボもそうだし、うんうん、あの MST とのコラボというか、ありがとう。そう、すごい面白かった。そうなんです。あのいろんな人とコラボしたいなっていうのがかねてからあったんだけど、うんうんうん、結構あの絵本作家さんの田中慎さんだったりとか、うんうんうん、すごくあの人に出会えた年にもなったかなと。そうだね、うん、だから本当に右側のツイッターとかインスタグラム、グーシャーシャー言えなかった、インスタグラムとか振り返ってみると本当に、うんね、いろんな人といろんな楽しいことしてるんだなっていうのが分かると思います。いや、リオカもすごく充実してるの。へっ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 、まあ、神田はねバンドで関東ツアー行ったりとか、うん、関西名古屋行ったりとか、今年は名古屋にねいっぱい行ったんだよね、うん、個人的にはラジオとかも出させてもらったりとかしたし、うんうん、まあ、お互い本当に濃い2017年だったね。ちょっと来年もいい年にしようね、本当に。さあ、ワンマンライブが終わったばっかりの竹澤みぎわちゃんでございますけれども、うん、はい、神田フルレイディオで
ゲストに来てくれた方といつもね、いろんな、まあ、コラボというか、セッションをしてるんですよ。うん、なので、今夜はみぎわちゃんとも、スタジオセッションをしたいと思いまーす。セッションする曲は、竹澤みぎわさんの、I Like という曲です、はい。ちょっとこれは私がリクエストしちゃいました。うん、ありがとう。とっても嬉しいです。やったー。というのも、うん、やっぱこう10代の頃から、まあ、高校生お互い高校2年生3年生の時から一緒にいて、うん、まあ、ここまでね、いろんなことに揉まれながら、ね、音楽活動してきた中で、うん、せっかくだからやっぱ出会った当初からある曲がいいかなと思って、うん、で今も歌ってる曲って言ったら I Like かなと思って、ありがとう、選曲しちゃいました。はい、すごい素敵な曲なので、ちょっと一緒に歌えるの本当に楽しみなので、こちらこそです。早速準備したいと思います。はあ、ちょっと緊張するよね。緊張する。なんていうの、うん、弾き語りでやってきた曲って人と合わせるの結構緊張する。わ、うんうん、かる。わかる。譜面とか書くとき、なんかいつも適当にやっててごめんなさいっていつもなる。なんか気分とかでさ、そう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 、感想を伸ばしちゃったりとかさ。あるんだよね。気分でここをね、行かないとかさ、クーなの、サスフォーなのとかいろいろある。いろいろこうやっちゃうから。やっちゃうんだよね。まあそれがいいところってことにしてくれ。そうだね。じゃあ準備はよろしいですか。それでは神田梨岡と竹澤みぎわ2人でお届けしたいと思います。はい、竹澤みぎわさんの楽曲 I Like。 消してしまったのは君。
リオカと竹澤みぎわさん2人でお届けしました。竹澤みぎわさんのアイライクでした。ありがとうございます。どうだった？いや緊張感半端ね、半端なかったけどあの歌ってもらえるってすごく嬉しいね。いやそうなんだよ、うん、これねめちゃくちゃなんかこう曲を書いてる側としてはさ、うん、やっぱ自分がこう歌って聞いてもらってって書くけど、それをこう、うん受け入れてもらって自分でこう噛み締めてもらってこう出してもらうっていうのはすごいいつも自分でも嬉しいなと思うから、うんすごくね嬉しかった。あの一緒にやれたことはもちろんなんだけど、うん、この曲をあのリオカに歌ってもらえたってすごい嬉しいなと思いました。聞きましたか皆さん。アイライクもね、うん、あの CD になって、そうですね、お手に取っていただけるようになってますし、はい皆さん、ぜひぜひ竹澤みぎわバージョンのこちらアレンジもすごい素敵なのでぜひそっちも聴いてみてください、うん、ぜひぜひ。というわけでこの後エンディングですが、こちらもみぎわさんにお付き合いいただきます。神田リオカの神田フルレイディオ。今夜は特別ささやかなご褒美、一口すくうだけで笑顔になれ、ハーゲンダッツ、幸せだけでできている。神田リオカの神田フルレイディオ、最後は私ダッフルリオカが皆さんの運勢を占う神田フル星占いです。竹澤みぎわさんと同じ双子座のあなた、今週はデート運が20丸、綺麗なイルミネーションを見に行くなんてどうかしら。せっかくだから気になる明日の天気を聞いてみましょう。神田原さん、リオジロー。はーい、こんばんは。明日はなかなかいい感じの天気になるんじゃないでしょうか。ね、リオジロー。いい感じ、いい感じ。あ、神田原さん。こんなところに綺麗なお姉さんがいるよ。ちょっとインタビューしてみようよ。こんばんは。こんばんは。とっても綺麗なお姉さん。クリスマスの予定を教えて。クリスマスは、そうだな、リオジローと一緒にディナーでも行こうかな。え、本当嬉しいな、うん、嬉しいな。あ、年明けに素敵なライブがあるよ。お！渋谷デュオミュージックエクスチェンジで開催されるストロボミュージックニューイヤースパーティー。私も出演するから、リオジローちゃんにも来てほしいな。わかったよ。お姉さんのために、見に行くね。はーい、といったところでスタジオにお返しします。神田原さん、リオジロー、ありがとうございました。双子座以外のあなた、今週もいい感じ。ラッキーイベントは12月21日から新宿シアターミラクルで上演される神田リオカちゃんが出演するミュージカルバックホーム。間違っても客席からリオジローやってみたいなヤジ飛ばしちゃダメよ。今日からまた素敵な一週間をお過ごしください。ダッフルリオカでした。良いお年を。
神田リオカの神田フルレディオ、そろそろお別れの時間です。先週今週とゲストに来てくれたんですよ、綺麗なお姉さんこと、はい、竹澤みゆあさんがね。そうなんだ、ありがとうございます。そう、多分そうだと思うんだけど。あ、そう、お知らせ、はい、ありますか？あります。はい。CD を作りました。うん。プレビューというタイトルで。はい。こちら今販売中です。うん。ちょっとね、置いてないんですよ、はい、店とかに。あ、なるほど。なんかちょっと面白い売り方考えたいなとか、いろいろ。いろんな気持ちがありまして、気持ちがありまして、そうです。なので私の、うん、ちょっと気になる方は私のオフィシャルホームページからぜひチェックしていただければいいなと思ってます。ぜひぜひチェックしましょう。そして神田リオカの神田フルレディオ、今日が2017年最後の放送ですが、次回は年明け2018年1月7日日曜日の放送となりますので、ぜひここで明けましておめでとう言いたいと思います。ちょっとね、メリークリスマスも言わずに。うん。そして最後ですけれども、言っとこうよ、本当、うん、みんなメリークリスマス、イエーイ、メリークリスマス、ほうほう、はい、というわけでぜひね、来年も楽しくお届けしていきたいと思いますし、ぜひまた遊びに来てください、ぜひ呼んでください。はい、というわけでここまでのお相手は神田リオカと竹澤みぎわでした。バイバイ、バイバイ、良いお年を、良いお年を。